こんにちは、カブパパです。今日はですね、キャンプ道具の中でですね、前々からちょっと気になってるものがありまして、じゃあこれがですね、海賊旅団から届いたやつで、しばらくほっぽっといたんですが、ちょっと開けてみますね。こちらですね、これが、新しく届いたメスティンです。まあ、これ今まで使ってたやつで、これが新しいメスティンでですね、まあ取り出すと同じメスティンなんですけど、動画のタイトルにも書いてあってもう分かっちゃってると思うんですが、まあ、通常のメスティンがこれでですね、まあ無垢のアルミに対してですね、この海賊旅団の NS、 いわゆるノンスティック加工のがこちらになりますね。これは、これはあれか、これがハンドルです。ハンドルがついてて、こういう感じでつけますね。ハンドルはこうですね。でこれがですね、いわゆるノースティック加工ですね。僕ねあんまりよくわからない、まあテフロン加工みたいなもんだと思いますけど、これが焦げ付き防止、まあ、これがノーマルの状態ですね。これがノースティック加工、まあ、本体もですね、これが通常のやつで、これがノンスティック加工ということで、ちょっとね今度使った後の動画を載っけたいと思うんですが、確かにですね、まあ、加工されてますね。なんかね、海賊旅団さんのホームページ見たら、こういう風なノンスティック加工するときに、まあ、かなり熱を加えるんで、まあ焼きなましって言いますけど、柔らかくなっちゃうね、元の金属が。でそれなんで、なかなかまあ、そこが弱点でですね、量産化できないで、で常に欠品状態だっていうふうに、まあ一応そんな感じのことが書いてあるんですけど、それをですね、焼きなましの少ないノンスティック加工を、まあ、紹介してもらったんで、その弱点を克服してですね、登場したというのがこちらだそうです。そうですね、硬さとかもね、まあ人間の手じゃそんな分かんないんですけど、本当にノーマルと比べて遜色ないぐらい剛性はありますね。まあ、いい感じだと思います。ただ一応相変わらずですね、ここはこれはもうトランギアのね宿命なんだけど、ここはもうバリが出てるんで、ここはちょっと綺麗にやんないと手おかしくしちゃうかもしれないですね。まあ一応これがですね、メスティンのノンスティック加工のご紹介です。使った感想もしくはですね、まあ、こんな不具合があったとかですね、こんないい点があったっていうのはまた後でですね紹介したいと思います。はい。